はい、皆さんおはようございます。これより、ザスパ、ザスパ草津、群馬の歓迎式を始めます。よろしくお願いいたします。大きな拍手をお願いします。はい、本日司会を務めます韓国産協会金城と言います。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、開会ということで、歓迎の挨拶を、荒垣康弘八重瀬町長から、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。本日は、ザスパ草津群馬の大槻監督をはじめ、そしてまた選手の皆さん、またスタッフの皆さん、八重瀬町にようこそ、心から歓迎いたします。先ほど赤堀社長、松本教官副長とも名刺交換をさせていただきました。まあ、今回八重瀬町のこのコチンダのサッカー場では初めてかと思うんですが、まあ、精一杯練習に集中できるように、また我々も環境整備をやってまいりたいと思いますので、また何なりといろんなお気づきの点がありましたら申し付けいただきますようにお願いをいたします。まあ、幸いこの5日間の期間、まあ、天気も見ましたら、まあ、2日ぐらいは雨曇りとなってますけれども、天候には恵まれるんではないかと思っております。そして私どもの八重瀬町は、まあ、ここが、まあ、コチンダ運動場サッカー場ということなんですが、もう一つ、去年の8月にぐしかみという地域に、FC 琉球さんの、まあ、固定のクラブハウス付きの練習場を、完成をいたしました。まあ、FC 琉球さんと、まあ、これから一緒に J1 を目指していこうということになっております。まあ、残念ながら FC さんは、J3 に降格になってまいりましたけれども、まあ、すぐ J2 に戻るということで頑張っておりますので、ぜひまた群馬の皆さんも J1 を目指して今季頑張っていただければと思っております。あさってはまた牛上の方で FC さんとのトレーニングマッチがあると聞いておりますので、また応援に駆けつけてまいりたいと思っております。どうぞぜひ、まあ、今季本当に J1 を目指すその勢いでしっかりと頑張っていただいてもらいたいと思いますし、我々もまたしっかりサポートをしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。この5日間頑張ってください。ありがとうございます。荒垣町長ありがとうございました。続きまして花束の贈呈に移ります。クラブを代表、チームを代表して、武藤明ヘッドコーチ、前の方にどうぞ。はい、贈呈者はですね、八重瀬町教育委員会、宮城幸が行います。はい、よろしいですか。ちょっと写真撮影もあります。はい、はい、よろしくお願いします。ちょっと構えてください。はい、じゃあお願いします。こちら行きます。3、2、1、はい、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。はい、はい、続きまして記念品の贈呈です。県のスポーツ協会、山里様から、チームを代表して、細貝はじめ選手に受け渡しをよろしくお願いいたします。はい、これは沖縄県からですね、八重瀬町の、詰め合わせになっております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。八重瀬町の詰め合わせになってます。お持ち帰りいただいてご賞味ください。ありがとうございました。続いてですね、ザスパ草津群馬の方からも記念品の贈呈がございます。はい、じゃあ、チーム代表で細貝選手から、町長にですね記念品の贈呈をよろしくお願いいたします。
じゃあちょっと写真撮影も。それでは、チームを代表してですね、ヘッドコーチの、武藤明様ご挨拶をよろしくお願いいたします。おはようございます。監督が、今飛行機で移動しています。午後から多分気合を入れていいテンションで入ってくると思いますので、監督のまた僕ら来たら一緒にトレーニングしたいと思っています。で、急遽僕らのクラブの都合でキャンプをやることやできることになりました。それを受け入れていただいたことをすごく感謝しております。で、僕自身沖縄で何度かキャンプしたことありますが、こんなに多くの方にセレモニーに出ていただいているということは初めてで、こういう準備をしていただいてというところで、僕らも、テンションを上げて気合を入れて、いい準備をして開幕を迎えたいと思います。去年はいいスタートが切れました。今年はスタートをいいスタートを切って、さらにそれを続けていけるように頑張っていきたいと思います。短い時間になりますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、元ヘッドコーチ、ありがとうございました。昨日からですかね、5日まで、2月5日まで、群馬の方、ここでトレーニングを積むということです。群馬の一部では、雪が降っているというふうに情報も入っております。ぜひですね、八重瀬町で、トレーニングしていただいてですね、実り大きい都市になりますようよろしくお願いいたします。期間中ですね、ぜひ関係者の皆様も、足を運んでいただいて応援をよろしくお願いいたします。これでですね、ザスパ草津、群馬歓迎式を終了いたします。ありがとうございました。行きます。3、2、1、はい。もう一回行きます。3、2、1、はい。